そう、歌唱力もあったしね。もうこっから解放されました、すべて、うん、初めて僕の太陽公園見に行きました、ありがとう。いや本当にね、終わった全部。雫公園見れてよかったって、あらよかったわ、うん、いや本当にね、もう明日は夜だけなので、そう、しかも人前に出たりするお仕事じゃないから、明日はそうだから、全然もう気持ちが楽すぎるでさ、皆さんなんと聞いてください、アイドルファイル、3月発売のアイドルファイル出ます、アイドルファイルっていう雑誌に出ます、しかも裏表紙担当です、しかも裏表紙担当で千織さんと私とハマっていう謎面でやらせていただきました。なんかテーマが毎回アイドルファイルあって、振袖とか、今まで振袖とかなんかロリータとかあったんだけど、今回はモーニングルーティーンでした、うん、そう、モーニングルーティーンで私は、まあ、黒と白のなんかレースのパジャマみたいなの着たんですけど、千織さんとハマと私って来た時に絶対ドッキリだって思ったんですよ最初。本当にさよならモーリーさんのドッキリだと思ったのね、結構ガチでメンツ的に。で、えって思ってハマにすぐね LINE したの、え、これってさみたいな、え、ドッキリじゃないみたいなえ、やばいねみたいな、え、どうしようみたいな、分かっちゃったね、ドッキリってって、でリアクションとか今更もう取れなくないみたいな、もうなんかこんななんか明らかなメンツでこんなんドッキリでしかないじゃんみたいな、うん、でね、私本当にガチドッキリだと思って、その日の集合に行ってハマと会って、てかその会うまでもずっとね LINE で話してたの、どうしようみたいな、ドッキリだねみたいな、そう話してて、でマネージャーさんにもこれドッキリですよねって聞いたら、ええみたいな感じになって、その反応もマジでドッキリすぎて、あ、気づいちゃったみたいな反応だったの、マネージャーさんが。で、え、やばいみたいになって、え、これマジドッキリやんって思って、そうで向かうじゃないですか撮影場所に、うん、え、それでやばいじゃんってどうしようと思って、いやもうこんなドッキリって分かりやすいやつあるんだって思って、すごいなんかどうしようみたいな感じでさ行ったわけ。え、でそしたらさ場所に着くじゃん、でインターホンみたいなさ、暗証番号みたいなのってインターホンみたいな押して、なんか人を呼んでその人が来て迎えに来てくれるみたいな場所だったんだけど、全然暗証番号が合わなくて、そのマネージャーさんが打つやつが、で全然あれあれみたいな、何回もやってて、あれあれれれみたいな、何回もやってたの、え、やばいって、これ何ドッキリって思って、え、まずそこでえって思って、やばい始まってんじゃんみたいな感じでハマとすごい言ってて、そう、それで、でなんかしばらくしたらなんか男の人が出てきたのね、その中から。でもその男の人はすごいなんか紙袋みたいなの持って、めっちゃすごいなんかちょっと怖めで、なんかすごいなんか事件みたいな、事件起こした後の人みたいな感じな、そうなんかの勢いで出てきたの、その建物の中を。えってなって、え、今の人何みたいな、えみたいな、怖みたいななって、え、もう怖くて、え、もうこれドッキリじゃんみたいな、いやもうほんとなんか、え、これドッキリすぎるみたいな、これも撮られてんのみたいな、カメラどこみたいな、ずっと探してて、でそれで、え、そうで迎えに来る、迎えに来たんだけど人が、あので、普通になんか部屋みたいな、モーニングルーティーンみたいな部屋に運ばれて、私たちはで、あ、みたいな、あ、こんにちはみたいな、あ、アイドルファイルみたいな、そう
でも入った時もまだ疑ってたのね。で入った時もずっと疑ってて、でハマがねめっちゃスタッフさんにこれドッキリかと思いましたみたいな、まだ信じてないんですけどドッキリやと思ってますみたいな感じでずっと言ってたの。でもエリもドッキリだと思ったんだけど、もっと周りをよく見ようと思って、もうすっごい周り見て何がドッキリの仕掛けなのかずっとこうやって見極めてたわけ。でハマが先にメイク入ったんだけど、私はソファーにね次のメイクてか本当は同じ入りじゃなかったの。私とハマは結構1時間ぐらいずれてたんだけど、ドッキリが怖すぎて2人で一緒に行ったのねそのなんか早めに私も入らせてもらえることになって、ドッキリじゃないみたいな、ドッキリだったらやばいねみたいな、本当に嫌だ1人で行くの嫌だってなって一緒に入らせてもらったんだけど、で私はハマがメイクしてる間ソファーにずっと座ってたんだけど、なんか一人の女の子が入ってきたの部屋に。おはようございますって言ってマネージャーさんらしき人と一人の女の子が入ってきて、えってなって、んあれ私たちだけじゃないのって思って、急にその女の子入ってきて、じゃあこちらの衣装に着替えてくださいってなって、えってなったの。え誰ってなって、そう、えみたいな、なんか本当にこれ仕掛け人みたいな感じで、え誰って思って、普通にめっちゃ可愛い女の子なんだけど、で着替えに行くじゃん。でその時にハマと 目があって、え誰みたいな感じになったの。そう、ええみたいな、もう本当ドッキリ脳になってるから、その時もう本当、え誰みたいな、仕掛け人みたいな、え今着替えてるけど着替え終わったらなんか変なの着ててこっちがリアクション取るやつなのかなみたいな、めっちゃ思ったんだけど、めっちゃ普通に可愛いパジャマ着て出てきて、その女の子が、でじゃあ撮影始めますみたいになって、多分違うアイドルの方が多分もうそのまま自分行くで、その方は自分でメイクして自分で髪やってで着替えてそのまま撮影みたいな、そういう方だったんだと思う。でそのアイドルの方すぐ撮影入ってて、えみたいな、あえみたいな、え仕掛け人とかじゃなくて、えああみたいな、あアイドル、あみたいな、アイドル、いやそうだよねみたいな感じを持って、そう、えでも本当にずっと疑っててマジで、でもなんかもう本当なんか仕掛けみたいなのが多すぎて自分の中で、でしばらくして私もメイクしてもらってたら千織さんが来たわけ。おはようございますみたいな感じで来て、で千織さんに、えこれドッキリだと思いませんでしたかって言ったら、え何ドッキリみたいな感じでそう言ってて、千織さんはドッキリだと思ってなかったらしいです。うん、全然千織さんはドッキリだと思ってなかった。うん、私はマジでずっとドッキリだと思ってた。でなんか3人で一緒に撮ることはないと思ってたので、1人で撮って完結かなって、なんか今までのアイドルファイルとかもページ見てたらなんか1人のページ1人だけのページが多かったから、そうこのメンツで表紙とかは多分、うん、まあないだろうなって思って、なんかないだろう、なんかそんな、なんかそう、なんかすごいなんか面白いメンツだったから、なんか表紙とかじゃないでしょって思って普通に一人で撮ってたら、でちょ着替えていいですかってなったの私が。そしたら、あちょっと待っててくださいって言われて、そしたら千織さんのメイク待ちで、そう、それで3人でね写真撮ることになったんですよ。えこれ使うのかなって思って、この3人の写真は使うのかなと思って、もうほんと疑心暗鬼で、えこれでドッキリ大成功とかみたいな、この撮影の後にネタバレしあんのかなと思って普通に撮影するやん、なくて全然、えそう怖いじゃん、そうで普通に撮影して、でもこれさすがに本当の撮影としても3人の写真とか使わないでしょって思ったら、裏表紙でした、裏表紙になってました。でしかも帰るまでネタバラシとかなくて、そのままハマとあのラーメン食べて帰ったんですけど、そうで裏表紙でした。やばくないですか、面白すぎる。
なんで、その何面っていう、めっちゃ面白かった。だからまだ私はでも本当に発売されるまで信じてません。本当にちゃんと裏表紙が私たちなのかちゃんと信じてないですまだ。だから皆さんも発売日もう本当楽しみにしてください。本当に裏表紙に私たちがいるのか、ぜひ。予約しただって。仕事前に買いに行きますって。お、ぜひぜひ。私結構なんか大人なパジャマ着ましたよ。白、白地に黒いなんか細いペンで描いた花みたいなでレースがついてて、でそういうパジャマ着ました。いつも着てるのじゃないの、違う衣装ですあれは。髪の毛もうすぐさ、エクステつけて1ヶ月。これ地毛？短い。ツイン可愛かったよだって。あ、昨日ハーフツインしたよ劇場公演で。20日の新曲披露楽しみ。そう、皆さんなんとですね、あの20日20日ですか、20日のカウントダウン TV で AKB48 の新曲初披露になります。めっちゃ嬉しい。あのそう、発売日は来月の26日なんですけど、全然まだなんだけど、あの20、20日に初披露ということで、まだ振り入れはしてないんですけど、どんな感じの振り付けになるのか分かんないんだけど、ぜひ楽しみにしてください。フルでやるんだ。大変だそれは。楽しみ、カウントダウン TV です。何の裏側描写か教えてくれないんだって言いましたよ、アイドルファイル。前髪伸びたねだって。そうなの、伸びたの。なんかね、切ろうかなって思ったんだけど、まあ、伸ばすのもありかなって思った。伸ばしたいんだけどね、ちょっと重たい感じになるのが嫌だけど、でも今ぐらいならまだ全然伸ばしたいかも。
髪の毛なんて色に染めていますか。わからないの。これがね、あのね、これはなんて言ったかな。でも全然色落ちしてますからね。わかんない色です。今日の髪型、今日はねストレートにしました。昨日は巻き下ろしとハーフツインだったから、今日は無難に、まあ、清純的な、清純派的な感じでストレートにした。うん、メイクいつもと変えてる。だって変えてない。いつも同じメイクじゃないかも。うん、オンデマ見てたけどコールすごかったね。めっちゃすごかった。今日めっちゃコールすごかったです。マジですごい、すごすぎた。ありがとうございます。わかるの。だってわかる。なんかめっちゃね迫力あった。やばい、携帯の充電があと 20% や。本当にちょっとガチ恋工場のイントロはあんま覚えてないっていうか、47だ始まったっていうことに気を取られすぎてあんまりガチ恋工場聞けなかったんですけど、なんかアウトロも同じやつやるじゃないですか。でその時にアウトロはちゃんと聞こうって思ってアウトロはちゃんと聞きました。でもすごかった今日。なんかね、でもねめっちゃね、なんかすっごい心がオープンなおじさんがいて、下手側になんか何でもすごいいいポジティブおじさんで何でも口にしちゃうおじさんがいて、でなんかねすごいちゃちゃ入れてくれたんですよ。 MC すごいちゃちゃ入れて、そう何でも口にしちゃうおじさんがいてね、そうすごい、でも助かった。なんか元気出た。ああうん、いい人そうだった。なんかうん、レイちゃんの卒業聞いてたの。だってそう、レイちゃんね今日の劇場公演で卒業発表しました。私は先日その LINE 連絡が来て、あの今度の劇場公演で卒業発表をすることにしましたみたいな、一緒に公演出れるのでみたいな、なんだねっつってそう言って、そうちょっと教えてもらってたんだけど、まあみんなしてたのかな。そうだからね、卒業発表することは知ってたんですけどね。でもずっとね楽屋でもレイちゃまがずっと緊張する緊張するって、どうしようってずっと言ってて、そうで
そう、最後の最後にね発表した時もなんか一つ一つ言葉丁寧にねなんか言ってるの聞いててそうなんかね、でもさそういうのなんか卒業発表してさなんか目の前の目の前、まあちょっと目の前じゃないかもしれないけどなんかファンの方とかがさ、メガネのファンの方とかメガネこうやって外してこうやって泣いてるのとか見るとさなんかね感じちゃうね、なんかやっぱファンの人の涙ってなんかメンバーの涙はステージ上じゃなくても裏側とかでもさ、裏側っていうかレッスンとかいろんなところで見るし、なんか自分にとってはなんか現実的なもの、なんだろう、メンバーの涙っていうのは現実的なものなんですよ。なんかでもファンの方の涙って見ないじゃないですか。だって AKB の現場はさ楽しむために来てるから、みんないつも笑ってくれて、そう、みんないつもニコニコしてくれるから、なんか自分の中ではファンの、あの客席の方が涙していることが結構非現実的すぎてそう、すごいなんかね心がうってなりました。ね、あと2ヶ月、そうね、あと2ヶ月ですけれども、お願いします。れいちゃま、寂しくなるね、だってね、卒業って話し出すの勇気いる、絶対いるよ。押せるときに押せだって、なんか押せるときに押せってなんか普通じゃない？なんか押せるときに押せってよくさなんか名言みたいになるけど、そ、普通のことじゃない？うん。それメンバーが言うのはないだって。じゃあなんかだってなんか私の好きな歌にあるんですけど、あのアイドルを辞める日っていうマパさんのグループの歌詞にあるんですけど、うん、だって人もいつ死ぬかわからないし、いつまでアイドルするかわからないし、なんか押せるときに押そうみたいな、なんかそういう名言っていうか、みんな押せるときに今押してくれてるから今があるじゃないですか。そう、ラブタンは飽きるぐらい会いに来てくださいって言ってたなって、かわいい。
あ、私もね、いつかは卒業発表する時が来るって思うとだからちゃんと喋れるかなって思っちゃう。花粉症なんですか、風邪ですかって。いや、全部かも。公園で言うつもり、個人的にはやめ、公園ではやめてほしいなってですね。個人的に思うのは自由ですけれども、まあ個人的になんで、そんな講演とかで発表する人にそういうこと言わないでください。そういうこと言わないであげてください。年齢なんてただの数字よ、だって。自分はね、そう思ってるけど、なんか周りがそう思わなくなるじゃん。なんかもうこれぐらいになると自分は年齢はただの飾りだって思うけど、なんか周りがさ、そうじゃないだろって、そうじゃねえよって、何歳だお前はって、ズンズンズンって、なんか知らんとこから言ってくんじゃないですか。なんかお前はみたいな、お前は25だろうみたいな、若くないだろうって、え、誰、なんか知らんとこからそういうの来るじゃないですか。うん、そういうのは多分50代の方で、そう、統計が出てて、あの AKB48 のファンの方は30代40代の方が多くて、すごくあのアンチコメントとかする方に50代の方が多いらしいんですよ。そういう統計が出てるらしくて、そうそう、なので、なんでバレてるんだって、そうそうそう、出てるから。そうだから、あ、人生の先輩にそういうこと言われてるんだ、ふむふむって、うん、思います。それ結構な暴言、違う。いや、もうそんな、でも年齢なんて関係ないですよ、皆さん。本当に私も皆さんのこと年齢で見てないですし、そう、まあ、みんな、まあ、見てるかもしれないけど、私のこと年齢でね、まあ、それはいいんですよ別に。そう、でも私は皆さんのこと年齢で見てないですし、あの顔でも見てないですし、あの中身で見てます。うん、俺の何を知ってるんだ、だって。
くるん。てててててんつてて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 。大谷翔平のホームラン見た？見てない。とにかくファンがたくさん増えてもらいたいと思うんだって。ね、増えてほしい。どうやったら増えるんだろう、ファンの方って。3分前、マジでもうそんな時間。皆さん、今日の配信見てくれてありがとうございました。ではでは、そろそろおランキング読みます。いきます。13位美穂、12位ボマ、11位ブルークラスイズ、10位ひとくまさとる、9位シンゴ、8位マーアットおだし、7位セイカ、6位中堅、5位クルリン、4位クマティ、3位マカシアとおだし、2位ミヤちゃん、そして1位は振り向けばそこにパオーン。ありがとう皆さん、皆さん見てくれてありがとうございました。今日は劇場公演もあったので、ぜひ0時になったらオンデマンドでぜひ公演も見返してみてください。ではバイバイ、おやすみ。